麻雀遊戯王。麻雀遊戯王5周年記念夏のアスボ男祭り2023。わーい。マージャン遊戯王5周年記念夏の足つぼ男祭り2023ラストを飾るのはこの方、松ヶ瀬隆プロです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。落ち着き払って。いや、そんなさ、はい、もうなんかギャー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 みんな騒いでたけども。そうなんそうなん、はい、うん、そんなわけないと。はしたないっすね、皆さん、ね、うん、はい、いくらね、カメラが回ってるからって大げさなんですよ。なんかね、撮れ高を意識したのか、うん、みんな叫び散らかして叫ぶ、泣く、山形弁、バスローブ、最低ですよ、みんな。本当なんなんですか、本当、まあ、男ってものをね、ここちょっと見せないと最後に。ありがとう、見せていただきたい、バシッと締めていただきたいと思います。はい。さあ、そして、鈴木先生、はい、まあ、今回ラストということでですね、はい、ちょっと気合を入れていただきたいと思いますが。そうですね。でもやっぱりちょっと松笠さんは体も大きいですし、はいはい、足もね、なんかさっきね、硬いんじゃないかってお話されてましたから、ちょっと難関だと思います。なるほど、はい、でも鈴木先生、はい、これがねラストなんで、これが終わって、はい、死んでもいいぐらいの勢いでやっていただきます。わかりました。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では行きましょう。左足3分か。測る星野さんがいなくなっちゃったから、このカメラの充電が切れるまで。いやいやいや、はい、いろいろあるんで、俺なんそうですよね、うん、いろいろ都合とかありますもんね。わかりました。じゃあ、ホントさんいらっしゃいました。では行きましょう。3分スタートです。ゴリゴリしてるんだよね。ゴリゴリしてる。あ、なるほどね。今 ね、 なんかね、もう痛いんだよ、ね、もう痛いんだよ。いやいや、でもでも大丈夫大丈夫です。まだね、痛いんだよって余裕があるじゃないですか。リアクションできてるじゃないですか。痛い痛い痛い。先生、俺あの、いろいろあるんですよ。おやおや、先生、あのね、俺で、はい、もうちょっと何すか。とあと俺まだ仕事あるんですよ。僕もなんですよね。お互い仕事あります、まあ、はい、撮影が2本あるんです、まだ。はい、いいっすね。なんかこれからラップでもやるんじゃねえかっていうような売り方。あ、おお、あれ先生、そこはまずい、そこはまずい、まずそこはまずい。さあ先生、これどこですか。いいですね。よし、一思いにやっちゃってください。顔が急に顔が赤く。先生、はい、うちにうまい酒あるんですよ。はい、先生、それでなんとかならないですか。いや、今ないものも言われてる。いや、でも送る送るんで10本。お中元だと多いですよ、10本送るのは。さあ先生、ここはどこでしょう、ここはどこでしょう。はい、ここですね。片言。おお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 、なんちょ、独特な揺れ、独特な揺れが来た。はい、今やべ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 、今北斗の拳の中ボスの命乞いの仕方じゃないですか。さあ、あーっ、おおちょっと待って。なるほど。いや、違う違う、いや、ほんとダメダメだ、これ。ほんとダメですよ。わかりました。ダメですよ。これやばい、想像以上に。ダメ、ほんとダメダメ。啓発動画。あ、これもうしまいます。もう一回インターバル、一回インターバル来ました。はい、さあ、さあ、続いて野球部ライフ。あー、立って。先生、今カランからメガネ落としました。メガネ、ハイキマン、ハイキマン、棒はしっかりありますよ、ありますよ。全然使ってなかったですよね。全然使ってなかったです。正解は
意外と大きな子犬持ってました。ちょっとカメラで追いかけられなかったですね。いやまずラスト1本ずっと握ってたもんマジでやばいもう今もうタクシー呼んでくれ分かりました。タクシー今急遽呼びます。すぐ呼ぶんですけど、タクシーが到着するのに3分かかるんで、その間右足向かうもう右足3分だけやっておりましょうね。水は差し上げます。水は差し上げます。いやもう我々も先生がね、足をグリグリするアイテムを使ってるんじゃないかとびっくりしましたよ。いやそんなの使うわけないじゃないですか。ないですよね。はい、すごいよな。すごい、どうだったですか。いやもうね、だってさ、ここに行ってさ、はい、こう来たからね。どう握ってどうですか。こう、はい、こうガッて行って、はい、うわもうこの足の裏でこう来たよ。うーわ、そういう幻覚が見えたんですって。すごいですね、妄想って本当怖いですね。怖いですよね。怖いです。あれはまずいし先生を信じてください。先生を信じてください。先生さっきだってカランカランって鳴らしてびっくりしました。確認します。カランカランの先生、あれはメガネ。メガネが落ちちゃってびっくりして、びっくりしましたね。急いで拾ったんですよ。ねえ、そうですよね。足が震えてる。あー、リズム刻んじゃうな。やっぱ DJ 松ヶ瀬はリズム刻んじゃうな、やっぱ足も。お前、俺が今までやってた足つぼって何だったんだろう。今まで数々の足つぼを受けてきたけど、ちょっと今までなかったんですか。なかったね。泣き虫マーメイド絶賛発売中。さあ、逃げ足3分スタートです。さあ3分スタートしましたが、確認しますよ。ノーアイテムですね。ノーアイテム、ね、鈴木ノーアイテム。オッケーです。松田さん安心してください。ノーアイテムでした。いとこそれです。はい、すごいいいですね。いいですね。胃が痛い、ね、オフ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 、やるじゃねえか、やるじゃねえかよ、ということでね。はい、うわ、なんだああ出た。お、痛みをハンカチーフを、ハンカチーフを声を、あっと、さあ最終決戦にふさわしいバトルが始まってますね。あっと、あ、松田さんの髪色が鮮やかだ。皆さんしばらくは松田さんの髪色をお楽しみください。髪色を、ね、今髪色をお楽しみいただいている時間です。髪色です。持ってる先生、持ってますか。ノーアイテム、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 持ってない、持ってない。何をしてるんでしょう。さあ松川君、松川さん、さあ行かさって行かさって行かさって、はい、あ、危ない、フラフラしてる、フラフラしてる。あと1分10秒です。あと1分10秒です。1分10秒しかない、しかない。さあセットしましたね、セットしましたね。はい、さあ行きましょう、スタート。さあ再開です、さあ再開です。あがどうか、何語だろう、ノーアイテムじゃないですか、松田さん。遠吠えです。さあ、先生、どこが痛いでしょう、どこが痛いでしょう、これは。肝臓、お酒飲んで。びっくりした、急にヘッドハンディングするから、急にヘッドハンディングするから。あと、いい反り方、いい反り方してますよ、いい反り方してますよ。ノーアイドル。終了。
いやいや最後にふさわしい戦いでした。最終戦い。ほんと、ゆっくりと、ゆっくりと崩れ落ちる。まさか、お疲れ様でした。お疲れ様でした。やばい、誰か、誰かお水持ってきて。あの人やばい、あの人やばい。もう同じ痛いところを見つけたらすごい姿勢が出てるかも。それ先生、ね、そうだったんですか、痛いところを見つけてずっとやってました？いえいえ、ちゃんと平均的に。そうですね、平均的に優しく素手でやってましたよね。もちろんです、棒なんか使いません。ですよね、はい、はい、はい。後半、井戸とこしか攻めてこない。いやでも、さすがにやっぱラストにふさわしい戦いでしたね。イーピックも途中で、あれこれは一体何を見せられてるんだろうと思いました。はい、はい、素晴らしい戦いだったと思います。はい、もう来ない、小さな声でもう来ないと。いやでも足つぼのね、なんか何たるかが分かりましたね。いや、ごめんなさい。すいませんでした。よかった、分かっていただけてよかったです、松田さん、ありがとうございました、本当に。俺もちょっとこれ勉強して、はい、自分にやってやろうか。今、新しい復讐の物語が幕を開ける。俺も、はい、メガネもかけていただいてね。はい、あれ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 、さっき聞いた音。メガネが落ちた音。あ、メガネ、また。もう先生、メガネ落としてばっかりなんだ。もう申し訳なかったです。おっちょこちょい、おっちょこちょいなんだからやめてください、すいません、もう。はい、おっちょこちょいですね。すごかった。いやちょっと今足出してならねえよ。さあ復習が始まります。まあ、俺はちょっと、俺だけはちょっとこれね、見た誰かやってもらった。全然違うもんだって。はい、90キロだ。いやいや、そういうレベルじゃないんだよ、もう80キロ以上はそれ違う。おめえちょっと前まであっただろ。松川さん何キロだったんですか？じゃあしょうがないです。はい。これはちょっと寄せます。そうですね。どうぞ松川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。